この動画は、ポケモン図鑑完成を目標にやっていきます。よかったら最後まで、ゆっくりしていってね。皆さんこんにちは、投稿者です。前回ライバルのポッポにパーティを全滅させられ、悔しい思いをしました。なので今回はレベリングをしながら、ポケモン図鑑を埋めていきます。それでは本編へ。この先にあるのは常盤の森、虫タイプが多くいる場所ですね。このエリアは主に、キャタピーア、トランセルなどの虫ポケモン、そして低確率ですがピカチュウが手に入ります。友達と虫ポケモン取りに来ているんだ。ポケモン勝負したくてみんなうずうずしているよ。トレーナーもたくさんいるようですね。常盤の森での捜索で、3匹のポケモンをゲットとした虫。ヨシタクさん捕まえたので一旦、ポケモンセンターに戻りますか。さあポケモンの回復と手持ちの入れ替えが、終わったので森を抜け、次の町に行きましょう。現在の手持ちはこんな感じ。エースのカメオ以外は次のジムでの相性が悪いので、勝つか負けるはカメオ次第ですね。さあ早くニビシテに行きましょう。ニビ科学博物館。ニビシテの博物館に来ました。博物館にはどんなものが展示されてるんですかね。これはクテラかな。珍しい古代ポケモンクテラの化石。ありがたやありがたや、竜神様の骨を拝めるとは。竜神様、そんな言い伝えがあるんですかね。カブトクスだ。珍しい古代ポケモンカブトクスの化石。ここには化石ポケモンが展示されてるみたいですね。ジムに着きました。このジムは岩タイプのポケモンを使用するトレーナーが多いです。待ちな、子供が何の用だ。たけしさんに挑戦なんて1万光年早いんだよ。ボーイスカウトが勝負を仕掛けてきた。ボーイスカウトはディブダを繰り出した。イケカメオ。相手はディブダを出してきましたね。カメオの泡で勝てますね。一撃で倒せそうです。先発のカメオがやられてしまいましたね。2番手は手羽先。パーティの中で一番レベルが高いポケモン。タイプ相性があまり良くはないんですが、序盤に出てくる鳥ポケモンなんて多分早いでしょ。相手の2番手はサンド。色違いがメロンに似ているポケモンですね。砂かけ、命中率を下げる技ですね。ここで砂かけが効いてきましたね。これ
は負け格ですね。ここからは倍速でお送りします。もう早いもので5月ですね。皆さんは新しい生活にはもう慣れましたか？私はまだ慣れそうにないです。人付き合いが苦手でどう話したらいいか、わからないんですよね。自分の好きなことを喋ったらいいのか、相手に合わせて喋ればいいのか、わからないんですよね。昔からの悩み？でして祖母に昔相談したときは、とりあえず天気の話したらいいよ、って言われました。おばあちゃんの知恵袋ですね。皆さんはどうですか？初対面の方相手に、どのような話をしたりしますか？ぜひコメント欄に書いてみてください。それでは敗北までご覧ください。それでは。ここまでのご視聴ありがとうございます。ぜひ高評価と、チャンネル登録はこちらから、最新動画はこちらからお願いします。Twitter もやってるのでよければフォローもお願いします。ありがとうございました。